んにちは、制限チャンネルです。今回は、この辺にですね、こちら今見えてます、パンダテントの、アウターというんですかねを立ててみたいと思います。ちょっとその、この立てて、タープ代わりにして、ちょっと遊んでみたいと思います。で、設営風景をまた今このチェストマウントを GoPro で撮影してますので、撮ってみたいと思います。それでは早速やっていきたいと思います。ちなみに、ロケーション的には、自宅の庭ですね。この辺で立ててやってみたいと思います。それでは。これ非常に簡単なんですよね。立てるのは久しぶりですけども。グダウンしました。あとはポールを立てるだけですね。立ちました。こんな感じですね。あとは、横とかペグダウンすれば終わりです。非常に簡単です。これだけですね。四隅をペグダウンしてポールを立てるだけ。非常に簡単です。はい、完成です。四隅をペグダウンしてポールを立てるだけですね。あとは張り綱してもいいですし、ちょっとここはまたちょっと、地面が柔らかいので、ちょっとこのペグだとすぐ抜けちゃいそうなんですけど、とりあえず簡易なのでこれで立てちゃいました。
こんな感じですね。非常に簡単です。まあ、あとはこの中にインナー貼ってもいいんですけど、まあ、今回止まるわけじゃないんで、まあ、ちょっとタープとして使いたいんで、今回はこれだけにしたいと思います。中入ってみたいと思います。こんな感じですね。こんな感じで通り抜けられます。パンダテントのいいところはこんな感じで、タープにもできる感じですね。簡易タープにも。ということで、今回は、パンダテントの、まあ、アウターというんですかね、まあ、を立ててみました。ということで、制限チャンネルでした。ありがとうございました。また。